はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016ペナントレースやっていきたいと思います。2018年6月2日ですね。6月2日ではありますけれども、まだ交流戦が続いてます。ベイスターズですね。ちょっと采配を見ていきましょう。調子のいいやつがいたら、若松くん調子いいですね。イソッチがちょっと死んでるか、ちょっと若松くんを上げて、で野手、野手もちょっと見てみますか。そういえば新しく入った野球玉三郎くんとか使ってないよな。バッティングよりか、皮膚広角、守備職人、調子は安定、いい感じだな。どうしようかな。サードって誰だ。サード一人しかいねえじゃんそう、ショートがちょっとね多すぎるんすよね。どうしようかな。ちょっと調子の様子を見て、じゃあケイトと野球玉三郎を変えましょう。でさらにアイテムは練習効果アップをつけて、でね、ミートアップ買いたかったんですけど金がなくてね買えなかったっす練習効果買ったら金がなくなってね買えなくなっちゃいました。なんで英国紳士はとりあえず、ミートはこのままでいきましょう。でそう、今ね交流戦なんで DH あれないと思ったらあるんだけどそうか、フォームがあれだからか、フォームがパリーグの時は DH があるのかな。 DH がない時がねちょっと辛いんですよね。で、野球玉三郎くんはライトで入ってんな。で、宮内くんちょっと調子が悪いけどしょうがないな、このまま投げてもらいましょう。多分アウェーになると DH がなくなると思います、俺の予想っす後で見てみましょう。いい感じだね。2点を追いかけます。ベイスターズの攻撃、先頭バッターは DH の内川、初球空振り、タイミング合いません。第2球。でもそうするとセリーグも DH 用のオーダーを組まないといけないのか。しかし空振り、少し迷ったか。第3球を。もう交流戦始まって何年になりますかね。お、すげえ、3球三振だ。いいね、ナイスピッチング。調子が悪いけど調子がいいぞ、このまま頑張ってもらいたいものだ。おー、いいね、抑えてるね。そしてきっちり送ってくる。ベイスターズここはバントに警戒します。投げた、初球から送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。わー、これは刺された、なんてこった。セーフ、ゲッツーは免れました。さあノーマル君1本打ってる。完全に外れたボール、はっきりしたボール。安定して打ってもらいたいよねノーマル君は。名前の通り。ストレート見送ってストライク。第3球を投げました。ストレートが多いね。バッター追い込まれました。156キロ出るからね、ストレートで押してくるのか。ボール平行カウント、4球ストレートで、ここら辺絶対変化球投げてくるよって思ったら、ストストレート、カウントは3ボール2ストライク。投げました、走った、打ちました、エンドラン、いいね、走れるぞ、走れるよ。ノーマル、ナイスバッティングです。初安打。バッターは2番、いいね、いいね。今日はセカンドフライト三振、初球見送ってストライク。まあ、やっぱりね犠牲フライが打てないっていうところが、1点をね確実にもぎ取っていきたいんだけど、これはポテンにならないね。いやー、もうちょっと機動力があればいけたかもしれないけどてかさ、宮内くんすごくね、1ヒットしか打たれてなかったよね。通算2000本安打まであと7本としています。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。記録を更新させるな。てかまだ7本あるから今日は絶対更新されないか。奪三振頼むぞ。危ない球、137キロのストレートで押せ。直球、おお、いいね。まずは先頭バッター三振に仕留めました。さすがだ。さあそして9回まで行って、国吉交番、パワフル来たね、野球玉三郎。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で玉三郎、今日はセンターフライト、パワーヒッター広角打法、二塁タッチセーフ、狙ってけ狙ってけ、ノーアウトだ、全然いいよ。おお、フォークを狙ってったっていうか完全打ち上げちゃったな。英国紳士がいる。サードグラウンドで取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁二塁変わりません。
ここでチャンスに強い。こっちやなっけ。投げた。見送ってボール。カウントはワンボールワンストライクです。見送ってストライク。狭いとね、長打っていうのも。投球これから4球目。なんか出ないよね。カウントは2ボール2ストライク。ホームランは出やすいけど、長打は出にくい。内角低め、ボール。膝元外れます。ボールカウント3ボール2ストライク。打ちました。ファール。危ない危ない。てか本当にこいつらあれだな。ストレートしか投げてこないな。レフトフライ。飛距離は出ていません。取りました。これで2アウト。ランナーは1塁2塁変わりません。そして今日まずは二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。高橋圭はね、走れるからね。打て、よし。初球引っ張った、ライトの右、アルボー。惜しいな。第二球、投げた。フェアだったら、絶対高橋圭の足なら帰ってくれたよ。第三球を外れたボール、カウントワンボール。追い込まれてからが重要だよ。これは振るな、よし。カウントはツーボールツーストライク。第五球、あ、これは振れ、よし。打ちました、いい当たり、ボールはライナーでライトへ取って、これで3アウト。いい当たりだったんだけどね。お送りしております。おおおおお、宮内くん投げ切るね。戸柱ベイスターズ、ここで一つ形を作りたい。決まってストライク。1球目ストライクから、さすがにスタミナ A、コントロール B、 見送って超いいとこ投げるね。奪三振持ち、ストレート、おいいねいいね。俺も信じるよ、信じるよ、もうこのまま勝ってくれると。おお、完封だよ、完封。いやー、そして英国紳士が決勝ホームランを打っている。いや、このペアだよ、このペア、エースと4番、4番かどうか分かんないけど多分4番だよね。エースと主砲。いや、今日は理想的な勝ち方だったな。お、ジェフがノリノリになった。おー、いろいろ手に入れたね。おい、負け担当。お前は試合に出るたびに怪我するな。ちょっとジェフがノリノリになったみたいなんで、さよなら負け担当。君はゆっくり休んでいてくれたまえ。抑えか、中継ぎ適性がありません。一回入れとこう。近所死んでるからな、近所変えるか。うわ、ここら辺のピッチャー陣のやる気のなさ、どういうことだ。もううちではやっていけないってことかな。こんなチームやってらんねえよみたいな。すげえな、みんな普通に1軍登録されてるやつらもここに来てジェフがノリノリになった理由がわからん。なんであいつだけノリノリになったんだ。俺はこの中でも腐らず頑張るぜって。ジェフのそのメンタルを買おう。タッキール、まあ、サムネ君 DH で出てるね。負けたか。ヒット1本って、うちのチームヒット1本しか打ってなかったんだ。お、ゆずちゃんスランプから抜けた。じゃあ移動して、おお、太田くんスタミナ B、 シラットが補給が D から E に下がってしまった。太田くんスタミナ B やれば全然いいでしょう。ちょっと練習を見ましょう。スタミナ練習はもうこれでいいから、やっぱ変化球だね。そうすると1っていうのがなんかね不安なんだよね。とりあえず変化球をまず22に上げよう。あとここら辺は他の人は大丈夫だよね。お任せになってなければまあそれでいいかな。ゆずちゃんスランプからは抜け出したけど、ちょっと調子は良くないね。てかさ、これジェフとかさ勝手にすぐさ抹消されるね、コンピューターの判断で。固定してなかったからな。ちょっとあと10日、あと10日経たないと上げらんないよ。
最近うちのチームのなやる気のなさが目立つな。吉田くんが負けた。6対3。まだ学校が続くね。あ、でも楽天との差は 2.5 に縮まってるね。いいねいいね。楽天が要はね負けてくれりゃいいんですよね、うちが負けても。10回、すげえいい勝負したんだな。フルサイボーグ打たれたか。タイガース、まだ 2.5 ゲーム差ってことは楽天勝ててないのか。おっ、みゆちゃんで曽根くんがセーブを上げてますね。6対2、いい感じだ。おう、うさぎちゃんノリノリになった。じゃあノリノリのうさぎちゃんをとりあえずロックしておこう。うさぎちゃんは基本的に1軍で固定されてるからな。チーフはあと6日かかんのか。さて、今日はね多分ね DH ないはずです。ほら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 、俺の予想通り。あ、調子の悪いやつはいないな。エクシンシな、めっちゃくちゃ守備に不安があるからな。あれ、向こうの野間とかいう人がノリノリになってる。てか向こう結構調子いいね。ピッチャーは調子悪いけど。さて、あー、4勝5敗か。英国紳士19号20号とか、なかなかいい勝負したんだけどね。てか最初に4点取られたのがでかいな、宮内くんが。お、ローズがノリノリになった。結構最近みんなノリノリになるねここに来てどうした。一軍選手が腐ってるからノリノリになったのか。俺は頑張るぜみたいな。外野どうしようかな。カリンちゃん、じゃあパワーがあるからな、いいっちゃいいんだけどね、打ってくれるから。ちょっと西田くんと変えるか。あとはケイジ、結構やる気はあるんだけどな。こいつはね9回の頭脳あるから外したくないんだよね。メリーヨか。かといってな、捕手3人もいらないっちゃいらないんだよね。捕手も結構多いよな。ファーストとね、やっぱりサードが不足してますよね。さて今日もアウェーで頑張りましょう。タッキーリ頼むぞ。ダメだった3対2。森田君バランス型かもしれません、かもしれませんだからね。山田ミート D かで、今日も肩が D になったけど、どうしようかな。とりあえず D にしておいて、守備面は外野は D にしておいて、あとはバッティング面を鍛えようかな。まあ、とりあえず山田くん、あとパワー上げていこう。もうこのままで外野のちょっと能力を見て、こいつはちょっと守備力を上げてる感じか。で打撃上げて、ローズも結構守備面はいいからこのままでいいでしょ。で高橋家はねやっぱね足が速いからね、ちょっと守備任せたいんだよね。でミートも高いから、まあ、打撃面はいいでしょうこれ で、 でノーマル君はノーマルだからとりあえずパワー任せて、でカリンちゃんはパワーがあるから、まあ、ミートを上げて打てると。で西田君も走力高いから片守備面を上げて、まあ、守備ができるようになればきついよね。さすがに F は不安があるからこれでいいでしょ。高田くんはあれか、ミートパワーちょっと上げてるんだね。ちょっと守備を上げよう、総合守備で。肩 D あれば十分だよね。パワーがパワーがなさすぎんなこいつ。あれ、パワー上がんないよこれこれね、下にね矢印がつかないと上がんないっていうことなんですよって言ってたんだけど、パワー上がんなくねえもうこいつ何歳？ 27 歳だよね。27歳でもう限界値を
超えたのパワー。一応9上がったからね。うわ厳しいな。守備を特化させるか。守備ももう上がらない、上がらないねこれ。いやーじゃあ肩上げるしかねえか。いやちょっと呼吸も上げつつ肩も上げるか。いやちょっと悲しいねこういうの。27歳になってくるともうピーク早熟かな。多分どういう設定になってるのかっていうのも関係してくるんだろうけど。うお吉田くん9敗か。1勝もできてないなまだ。おおナックルが4になった。誰だっけ、ジャックスだっけあそうだよね、4あればいいでしょさすがに。あとは変化球を1つずつ、変化球強化、いや11だから両方上げていこう。ちょっとある程度見ないとあれだね、もう上がらなくなるよっていうのもあるからね。あれそういやホーム戦1回くらい戦おうかなと思ってたけど結局戦わずしてここまで来ちゃった。柳瀬くんフルサイボーグ、フルサイボーグいつもいつもさ0点同士の戦いできて打たれてんな。太田くん調子が悪いけど冗談には負けんなよ。おーいいね、負け投手冗談じゃないけど。ちょっとでも楽天と差がついてきたな。 4.5 か。まあ、今日の勝ち星はでかいね。これ10回に勝ったっていうのはめちゃくちゃでかいね。誰が打ってくれたんだろう。おーカレンちゃん下がり始めてきてるよマジで。パワー B から C に落っこったっていうのはマジきついな。高橋家のやる気がちょっとなさすぎるけど、まあそれでも活躍を信じたかったけど、うーん僅差が多いね。よしイソッチのカーブが上がった。変化球やっぱね 3は欲しいね。もう1上げるか。で今期中に3になってキャンプでもう1個変化球を覚えられればすげえベストなんだけどな。ちょっと期待の成長株だからねイソッチは。とか言ってさ成長限界迎えたら超悲しいよね。今期で成長限界迎えましたみたいな。オーダーはじゃあこれでいきましょう。先発はタッキーリ。うおー向こう成瀬か。成瀬ってヤクルトに行ったんだ。俺はもうロッテ時代の成瀬しか知らないですからね。雨か。雨男とかいないのかな。雨に強いみたいな。雨男って雨が降るみたいな。大きな声援が届いています。さあ次の投球。さてワンアウトからの1点をもぎ取れればでかいけど、打ちました。これは真ん中にポテンにはならなかったね。これでツーアウトランナーは2塁変わりません。第1球投げました。さあ変化球ストライクインハイへ。まずは見送りました。いいとこ投げてくるね。第2球投げました。低めの変化球サークルチェンジ。カウントワンボールワンストライク。第3球直球見送ってストライク。バッター追い込まれたよ。次が4球目高め打て。いいね。これは引っ掛けた。引っ掛けたかでも前進1人。おーすげえパープル先制。これはでかい、めちゃくちゃでかい。この1点もう実況もさ、だって引っ掛けたっていうからさ取れないかなと取られたかなと思ったから。という場面で覚醒した男赤木、今日早くも2回目のバッターボックス。ここで追加点があれば第2球点は取れるときに取りたい。タイミング合いません。第3球あれ成瀬って球速138キロしか出ないの。第4球なんかもうちょっと強いピッチャーだと思ったけど。おいいね、抜けた抜けた。ライトバックホーム赤木いいバッティングを見せました。さてここから打ち崩せ。初球はストライク、まずは見送りました。ここで成瀬を引きずり下ろすんだ。もうカウントはワンボールワンストライクです。投球はこれから3球目。打ったいい当たりだ。これはでもねやっぱりな正面か。これで3アウト。2回が
スワローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。頼むぞ。先頭バッターは DH の八地。投げた。変化球ストライク、インコースへ。エンジェルフォール。第2球。投げた。外角低め、見送ってストライク。いい落ち方ですね。変幻自在か。でもさっきもエンジェルフォール投げたから見送ってボール、カウント1ボール2ストライク。そろそろストレートを投げてもらいたいんだけど、そういうところはあんまり考えないのかな、コンピューターって。おお、さすがだ。この1点をな、守りきれるかどうか。うわ、取られたか。でもここで、ああ、ちょっと危ない危ない危ない。あれが前に行ってたらやばかったな。投げました。打ちました。ピッチャーは横のフライになりました。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。お送りしており、試合は後半6回に入ります。キリ、なんか頑張ってるね。まあ、1失点だからね、スタミナも残ってるし。投げました。ボール、まずはインコース。第2球。あれでも高速スライダーとさ、投げました。打ちました。ストレートって、ライトへ持ってこれ抜けたか。打ったバッターは一塁蹴って変幻自在起動しないよね多分。高速スライダーってさ、速い系の球だからさ。第9。エンジェルフォールがどういう設定になってるかだな。最悪これあれっすね、変幻自在宝の持ち腐れになっちゃってますね。あ、こんなとこ行ってこいつ死んでんな。第3球を投げた。うわ、ちょっと決まった。ストライク。今コントロールがずれてストライクに入ったっていう感じだからな。打ちました。痛烈。おいおいおい、これが行くのか。マジか、これが学校。すげえな、これが学校だよ。バッターは恐怖の核弾頭山田。いやー、完全死んでるやつの。普通の球場ならあれは打ち取ってますよね。ここはなんとかライトフライで。ワンアウトランナー二塁という場面で今日スライダー決まってストライク。第2球投げた。ボール。いや本当に学校はパワーヒッター系には要注意だな。3球目ストライク。バッター追い込まれました。投げた。ボール。カウントは2ボール2ストライク。これは投げました。打て。よし、打った。どうだ、いいんじゃないか。いけるぞ、走れるぞ、絶対走れる。これそのままホームイン。よし、ナイス。二塁ランナーホームイン。パワフル、1点返しました。オーケー、ツーアウトランナー二塁という場面で。さてノーマル君ちょっと打ててないね。今日はここまで3打数ノーヒット。初球を打った。初球から打ち返した打球はセンターへのフライ。掴んでこれで3アウトになります。あ、ここで1点取られたのはでかいな。なんとか追いつきたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で。野球玉三郎どういう顔してるの。微妙にパワープロ君っぽい顔してるけど微妙に違うみたいな。お、よし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 。お、これは走れ走れ玉三郎。いいね、1点差。これはひっくり返せるぞ。ここがそう、ターニングポイント。炎上を投げました。打て。おー、まずは見送りました。初球ストライクから。これはスプリット。カウントワンボールワンストライク。英国紳士がもうすでに出てるのか。そうだ、9番バッターだもんね。あ、見ちゃったね。これはインフィールドフライ。中村、落下点に入った。取りました。これで2アウト、ランナーは1塁。さてでも1番バッター赤木くん、第9投げました。1球目ストレート空振り。上目だったからな。今のは空振りしてくれてよかったかな。投げました。で、よし、これはいったっしょ。よく見逃さなかった赤木、ナイスだ。おっさんだな。このおっさん何歳だ。うわー、バレンティン。おべー、マジ怖い。もうちょっとパワーええやつとかマジ怖いよ。エンジェルフォールとか絶対球軽いしね。第2球投げました。あ、怖い怖い怖い。アウトコース高め、完全なボール球。2点あるとはいえね。投げた。ちょっと嫉妬が多い。コントロールがいいだし、スタミナが切れてるからな。これも変えてもいい気がするけど。あー、怖え。自分で変えらんないからね。もうちょっと変えたいんだけど。バッターの足元。投球はこれから6球目。ここは守護神出してもいい気がするけど、フォアボールか。いやー、これ一発逆転あるからな。さて頼んだよ、頼んだよ。1点、1点で抑えたか。よくやった。パワフル、1点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが。たっきり亮って言うんだ。全然知らなかった。8安打か。でも
やー、確かに赤木の決勝スリーランホームランは良かったね。よく見逃さなかったよ、あの嫉妬。今日は本当にこの2人は頑張ってくれましたね。おー、タッキーリー、赤木いいね。おお、英国紳士超痛い、捻挫か。しかも全治6日、マジか。6日間きついな。どれだけ移動日があるか。日程表よし、結構移動日あんじゃん。こうやったやったやった、絶対ここで治るいやー、じゃあちょっと何が残ってるんだ。球速が残ってるね。タッキーリに球速使うか。球速アップと、タッキーリよし142。あとは弾道肩呼吸。赤木くんってどんな感じなんだ。赤木くん肩だなあれ、赤木くんってどこ。セカンドだよね。セカンドもやっぱ肩必要でしょう。ショップで肩で赤木と9OK。 さてさてさて、そこからちょっとこれはどうしようかな。6日か、抹消すると多分10日は出れないんだよね。一回休養してもらうか。ファーストはもうマジでいない。山田くんに頑張ってもらうか。パワー C あるから。いや、ここでの英国紳士の離脱はマジで痛いな。ジェフ出れるの。出れるね。ちょっとジェフ固定しよう。いや、相変わらずのピッチャー陣すげえやる気のなさを感じるな。それに関して2軍の人たちはみんなやる気あるね。俺いつでも行けますよみたいな。どうするよこれ。今ゼフ長になったら変えるか。じゃあ今日も試合をやっていきましょう。ちょっと楽天との差が開いちゃってるけど、お、ゆずちゃんスランプから抜け出して上がってきたね。負けてるけど1対0か。いや、でもすげえ頑張ってくれるようにはなったよねこのチーム。おお、高橋健も全治2日の打撲か。まあ2日くらいだったらこのまま行きましょう。吉田くん、10敗。でも1対0だかんね。いや、ちょっと吉田くん報われないな。負け運的なものがつきそうだないや、多分つかないと思うけど。げっ、乱調になった負け運どころか乱調になったよ。移動日と、よし、ホラーのカーブが勝った。まあ、このままカーブを上げていきたいけど、ちょっとまだカーブが上がるのかどうか確認しないとね。で、とりあえず高橋圭が復活したから、ホラー、あー、まだ上がるね。やっぱりね、変化球3は欲しいっすね。3は。さて、みんな頑張って練習してくれ。そしてこのうちにちょっと英国紳士の体調を整えなくては。おお、復活した。復活したけどまだ一軍登録できないよね多分。野手じゃなくて、野手、こっちだ投手にしてしまった。英国紳士、そうだよね、あと4日。まあちょっとここは頑張ってもらいたいね。で、あれだね、もうこれで交流戦が終わりましたね。じゃあちょっとホーム試合まで行きましょう。うおー、柳瀬くん1敗目か。でも出た負け担当こいつマジでさ、精密検査してもらった方がいいんじゃないの。
構スタミナがな C になったけど、どうしようかな、まあ、ちょっと考えつつ、吉田君吉田君ね、本当、まだ京セラドームだから宮内くん、ジェフが負けたか、うお10回か、ノリノリだったよねジェフ、ノリノリで負けたか、出たアキレス腱、アキレス腱通過2週間これ能力下がりそうだな、総力経過下がりそうだよね、うおー総力5下がったよ、まあもともとねキャッチャーだからちょっと足は多分捨ててると思うんだけど、2週間離脱か、ちょっとこれは登録抹消せざるを得ないな、負け担当元気だな元気じゃないけど元気だよねちょっと17日か、どうしようかな、炎上王に頑張ってもらおうかな、キャッチャー A あるしな、あーそうだよな、でそうすると一応キャッチャーできるの3人いるから、足りないところを入れたいんだよね、ファーストが1人しかいない、セカンド2人いるでしょ、サード2人、ショート2人だから、サッティアンかシラシ君、なんかほとんど能力一緒だなチャンスに強いか初級に強いか、そうだね、ちょっとチャンスに強いサッティアンを入れましょう、で外野陣はこれでいいでしょ、帝国紳士やる気がマックスになってきたね、俺はもういつでもいけるぜってやる気満々だな、あと1日経ったら出してやろう、あと1日経ってさやる気がどう変わってるかだよね、あーヤフオクドームか、ちょっとねホーム戦でなんとか頑張りたいんだよね、楽天の6月29まで、ちょっといいや、6月29サクッと飛んじゃおう、ちょっとわからん負けたことは確かだな、でだいぶ差がついたな8.5 ゲーム差が、やればやるほど差がついてくるっていう、でここで日程表じゃなくて、あ英国紳士上がってるね、英国紳士やる気は普通になっちゃったまこんな感じか、松潤とかも普通にやる気が戻ってるから、よしじゃあこれでいきましょう、さあ今日の試合勝ちたいよ、今日は太田くん DH 英国紳士ファーストを山田くんがやってますね、則本か、則本もね強いからね、でもマイライフだと則本めっちゃ成長してあの強さになってるからな、初期値ってどうだったっけ、さあ先制のチャンスを迎えました、あでも4-3-2はあるからね、スロー158のスタミナ A、 やっぱ強いよか、スパーンってなるね、スパーンって第3球はいやたまたまかもしれないけど見送ってストライク、今フォークに合わせてるけどドクター系かこいつ、金徳ドクター系持ちか、よっぽどだな、頼むぞ復活した男英国紳士よ、お前の一振りに、おお一気に追い込まれた、お前の一振りにみんなが期待している、松潤だから全然走れるし、お今のはどうだった、ああ振ったね、よく振ったね、よし、うわーこれでも強振だったらね絶対行ったんだけど、2塁までランナーを進めましたが、3回の表これからイーグルスの攻撃に入ります、この回の先頭バッターは福田、ちょっとだいぶスタミナはついてきたな、よしよしこれも打ち取ったな、オーケーオーケー、これでワンアウトランナーありません、右バッターボックスは9番小関、あとはやっぱり変化球的なものかな、どうしてもね打たれちゃうからね、完全に外れたボール、これは完全なボール球、第2球ミート C あるからな、松潤カウントは2ボールノーストライクです、打ってくれそうな気がするんだけどね、学校だからパワー E あれば全然持ってけるでしょう、投げました、いやなぜミート打ちに切り替えた、
ボールが点々と転がっている。よしよしよし、パワフル1点先制、1対0。盗塁とかしてくんないかね。ツーアウトランナー2塁という場面で2塁にいるね。盗塁したんだかどうなったんだかよくわかんないけど、1球目空振りから第2球インコース引っ張った。ちょっと無理やりった感じがするけど、ああでもめっちゃ際どいとこか。よく振ったな。外角低め、ここはよく選びました。てかさ、ドクター系のフォーク4ってあんな落ちるんだ。いやお送りしております。いいね、終了しまして本塁打を英国紳士、まずは先制、打率もいいね。ゲームは後半に入ります。あれ、いつの間にか1点取ってるぞ。シュートはボール、投球これから2球目、スライダーはストライク。 OKOKOK、 超スローボールか。いまいちな、超スローボールの決まったストライク、対コンピューター戦の威力がよくわかんねえかんな。投げた、危ない球。まあ今のちょっとしょうがないかな。スライダーがちょっと甘めに入ってるよな。さあ6球目、投げた、流し打ち、高志家、お前の足ならいける。よし、ナイスだ。さてこの1点をどう守るか、はたまた点を取ってくれるか。赤木、これはちょっと、ノーアウトランナー2塁という場面で覚醒した男、まあ、松潤の足だったら絶対3塁いけるでしょう。でヒッティングヒッティングしてきやがった投げました。おいおいおい、俺としてはそのままバントしてほしかった気がするんだけど、まあ、バント少ないだからね。ちょっとバント多めにしよっかな。みんなね、足が速いからね。お、よしよしよし、前進守備の外野じゃなくて内野抜けた感じだよね。今来たよ来たよ、ここで英国紳士、もう一度一塁牽制球です。これ外野フライでもな、松潤の足ならいけそうな気がするんだけどね。これはでもちょっと浅いよな、さすがに浅いな。いやー無理だ。これでツーアウト、ランナーは一塁三塁。さあここで山田くん、流し打ちの山田くん、えマジかよ、お前何やってんだよ。スリーアウトチェンジ、お送りしております。6回の裏が終わりまして、1対ちょっとちょっと、なんで飛び出してんの。イーグルス外野は浅めの守備を取ります。こいつらさ、もう足に自信持ちすぎたよね。クリーンヒット、おーいいねいいね。3塁回った、打球が転がっている。もう足でアピールしかするないからね、ここのチームアピールポイント。俺の足を見てくれってみんな監督、バッターは指名打者、うわー、これはこれはめちゃくちゃ期待できる。投げました、危ない球、強気の投球だね。サードランナーチラッと見た、おお、ここから高めのストレートを投げてくるか。第3球を投げました、そして低めの全力ストレートからの、これ入ってくる、おお、スライダーめっちゃ曲がるね、さすが5だな。第5球投げた、このスライダーは打った、ショート右の当たり。確かに今のスライダーは入ってきてもおかしくないスライダーだったね。8回まで、いやー、ちょっと先頭バッターは指名打者、ウィーラー、投げたボール、はっきりしたボール球。でもさ、スタミナがあるからあんまりなんか系統策取らなくなっちゃったよね。投げた、俺本当はちょっと系統策取ってほしいんだけどね、不安だから。こう一人で投げ続けるの、投げた、あ、やばい、あぶねあぶね。投球これから4球目、これはでも、あー、いい当たりだったな。ちょっと上目かなと思ったけど、ウィーラー、ナイスバッティングです。さあノーアウトで同点、ちょっと、おお、ダイソー送ってきたか。今日はここまで3打数1安打、走力 B あったね。うわ、1点取られた。横山、ここは松潤、頼むぞ、今日超乗ってるな松潤。初球空振り、タイミング合いません。投げた、よしよしよし、まあ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 、しょうがないしょうがない。モギベースを踏んでツーアウト、パープル、さあここおっさん赤木、おっさん赤木の年齢確かめてなかった。投げました、高速スライダーはストライク、まずは見送りました。福山のノリノリだな。ただ投げました、インコース高めストライク、おー、バッター追い込まれました。いやー、ちょっとここは厳しいね。投球はこれから3球目、打球反応丸か。変化球、ボール、カウント、ちょっとピッチャー返しも投げました、うわー、今の振るのか、マジか。あ、勝った誰、さあ本日のーー劇的サヨナラ弾来たね、英国紳士。いやー、ほんとすごいわこの男。
ご覧いただきました。来年いくら持ってかれるの英国紳士に。もうこれ以上ちょっと出すのはきついからな。いやー22号11回22号、いいね。曽根くんが勝ち投手に上がった。2勝してるし。いやー、うちの投手だいたい英国紳士に勝ちもらってるようなもんだよね。オーケーオーケー。お、いろいろ上がったけど、カリンちゃん下がり始めてるな。やっぱりオールスターファン投票、じゃあちょっと6月を終わらせて、お、すげえ調子いいやつらがみんな出てる。おお、そして勝った。またまた延長戦にもつれ込んだのか。さよならアンダー、ほかほか。が4から5になったとか。お、6月の MVP、広島の野間、広島の野村、竹本、阿部。そういや今広島めっちゃ強いっすよね。新聞でしか見てないけどさ。だから具体的にどう強いのかさっぱりわかんないです。なんかとりあえず広島すごいみたいな話題にはなってるんで、まあ、チラッとしか見てないですからね。どっから見るんだっけ。記録室のオールスターリーグ記録だっけ。あ、これだ。オールスターファン投票、先発碇守、大谷、山口、菊池、立川、武田という感じですね。で中継ぎ五十嵐、藤岡、大谷。山村うさぎちゃん4位にいるんだけど。どうして。もう活躍してんのかな。抑え、サファテ、西野さんで、キャッチャーがスッス、伏見、大野、ファーストが滝本、英国紳士。まあなんか去年もこんな感じだったよね。英国紳士最初1位だったっけ。で滝本に抜かれたんだっけ。で中田とで、パピオン、本田、石峰、サードが斉田、松田、レアド、ショートが友澤、今宮、浅村、外野が柳田、長谷川、糸井、清田、秋山、DH がデスパイネ、岡田、メヒアといったところですね。じゃあちょっとやっぱり今年も英国紳士の出場に期待して、じゃあ今日はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。